今回はですね、はい、神奈川県の藤沢市にやってきました。はい、藤沢駅から一駅行った藤沢本町っていうね駅にいるんですけども、なぜここに来たか。自分が腹が減って大盛り行きたいなと、ごっつりごっつりがっつり食べたいなとちょっと思ってて念願叶ったじゃないですか。ということで自分たちは飲みに行きます。はい、ということで行ってきます。お、じゃん、上州屋行ってみましょう。行きましょう。こんな時間にね。上州屋炒め定食。はい、これはご飯すぎそうだな。うん、ハイボールと生チキン、厚焼き卵と、ごぼうの唐揚げ、焼き餃子とか。そうだね、白菜は。なるほど、白菜と思ったら大根だったっていう。これが上州屋定食。カリカリっていうのがどう
やって作ってるのね。美味しい。すごいパワー。止まらないねこれ。この肉は繊維の奥の奥までタレが染み、最後あっという間だったね。このなんていうの、食感がパリパリでサクサクで音引くね。完食。完食。この結構ずっと甘いピリ辛だけど飽きないですね。たまに野菜の味、肉の味、野菜の味、肉の味、キムチが来たりするから飽きずに、ね、意外とキムチが意外と思ったより少ないね。野菜たっぷりです。はい、行ってきました。ごちそうさまでした。すごかったね。いやー、マコもすごかったね。でもね、あれ驚いたかも。今日自分はあの量だったけど、まだまだ上にはすんごい量食べる人が世の中にいるんだ。全然いるみたいね。ちょっとビビった。俺あれ確かに行かなきゃいけないと思ったよ、うん、でね、うん、自分たちが頼んだごぼうのスティック、うんうんうん、すっごい太かったよね。すごいかった。小指もあったんだよ。本当にすっごいボリュームだった。しかも、ね、そう、うん、あれもちょっとびっくりじゃない。びっくりした。飲みに行くっていうのもいいお店でしたね。確かにね、うん、ただ横で食べてるマックを見てると、いやもう本当にこう幸せそうやなと思いましたよ、うん、あの定食ね。でもご飯の量だけじゃなくて、あの辛味噌自体もうまくてね、うん、あ、ご飯めちゃめちゃ進むし、確かにあれも朝とか来たら、うん、本当あの山盛りタワーのようなご飯ね、うん、一
きたいなと思いましたよ。なんかね、サイコロステーキもあるらしいですよ。へえ、そうなんですね。そうで、そのサイコロステーキとかのなんか肉の量とかを変えられるらしくてですね、うん、それのなんか一番マックスとご飯マックスというのを行ってみたらどうですか。次は行きます、ぜひはい、はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。